2005年はね、えー、俺骨折したんですよ足を足を骨折した肥骨、うん骨、うん、でリハビリ始めてちょ,ちょうどこうちょっと良くなってきて動けるようになってで来年の1月の後半に試合が来ましたんですよ、うん、そこに向けて調整してたんですよで12月二23日だったかなちょっと気分転換にアザブ十番でこう食事してたんですよその時にこう、ね シルバーオフの代表の春さんっていう人が電話かかってきて。これ、うん、電話、だろう、春さんから、六時ぐらい。何だろうと思って、電話出たんですよ。あ、どうも、春さんですよ。なんかね、マーク、マーク、明日、あの、館長がマーン会いたいって言ってんだよ。なんか、なんか、大晦日のことで話があるって言うんだよね。あ、大晦あ、解説ですか。あ、解説だったら、別にいいですよって言った。いや、なんかね、解説じゃないらしいんだよね。大晦日に、話がある。解説じゃない。 試合しかないもんね。試合をしてほしいらしくて、だから明日なんかジムに館長が会いに来るって言うんだよってですよ。ええー、みたいな。マーコもそんな経験あるんじゃなあるんですよ。いっかい <laughs>。マジマーコで初めてこう打ち解けられそう。<laughs> <laughs> 今更 <laughs> 遅くない <laughs> で12月23日大晦日まであと8日ですよ8日ですようん、うん、いやそれ8日無理だろうみたいないや「ちょっと待ってください」と「明日僕会えないですね」と「ちょっと一日ちょっと <laughs> 考えた瞬間」考えし「トレーナーと相談させてください」ですよ <laughs> あ「分かったじゃあ明日はじゃこれあさって来る」っていう話になってで次の日練習行ったわけですよで練習行ってその当時のトレーナーヌアタラニーに「大晦日は試合できるかな?」って言ったら「 ああ、ランカイディって言うんですよ。ランカでいいえイデ D、太鼓で調子がいい。体、体できてる。体がいいから大丈夫だって言うんですよ<体>マイペンライ、ランカいいイディマイペンライ、マイペンライっていうわけですよ。大人っぽいね。そう。マイペンライ、<laughs> マイペンライ大丈夫。大人っぽいね。コンディションいいから試合できるよ、みたいな。おっ、うん、そう。試合できる。あ、わかったっつって。で、館長が次に来て、シルバーフジムの。二階がジムで、三階がこう、こう、部屋があったんです。よ。三、うん、階で館長が来て、こう、紙袋も と俺は今までお前に頼み事したことないけど今日ちょっと初めて頼み事するわとと,とりあえずこれこの紙袋、まあ、これを受け取れとう,ん、どうですか受け取ったらちょっと中見てみます一1,000万2,000万3,000万ボンボンボン,ボン,ボン,ボンみたいな金が入ってるわけでつ <laughs> <laughs> でもそれ頼んだ理由っていうのが 試合がね、2試合くらい多分武蔵さんがさグランプリの時に選手ケガしてんですよ。あ、まあ、もうけつきもんやもんね<う>トーナメントだね。ケガして流れちゃったわけですよ。うん、で流れて流れたら多分館長も今考えたら多分 TBS に「石井さんこの試合流れて視聴率取れると思ってるんですか? <laughs>」ぐらいの多分うまい圧かけられて谷川さんに館長じゃト人君とこう。 これ行っ,ってくださいって言われたみたいでじきじきそうゲンナマ持ってだた多分谷川さんだったら断ってるから分かったじゃあ俺が行くしかねえなっていう感じで館長がこうゲンナマ3,000万持って <laughs> これで頼むわって言われて野トりにも行けるって言うんで分か,り分かりましたとじゃあまあ、さと大みその大阪の帝国ホテル あのスイート取っとくからなってバカでかいスイート取ってもらって一人でこうクソでかいスイートにこう前日大阪ドームで3,000万持ちながらこう止まって <laughs> <laughs> こうねそ,それはあの言われ大東選手とボ,ボ,ボクシング、ね、大東選手と試合したんです日本チャンピオンまあそんなね大晦日のこう思い出 それが一番の思い出ですね。三三千万っていうのと、もうデッパーがでかいスイートっていう時点でもう殺したいけどね。<laughs> <laughs>